ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、間もなく交戦を開始する模様。どうする？このまま攻め入るか？いや、まだだ。両軍が消耗したところで畳みかける。麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。最後に勝つのは百獣海賊団だ。じゃあ来たぞ、ワノ国。船長、麦わらとビッグマム、そろそろ追っ始めそうだぜ。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、お前に一つ頼みてえことがある。麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまいだ。ウィーハハ、任せてくれ船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばして、この世界の王になってやるぜ。ゼハハハ。ルフィ。ルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたら、このありさまだ。くそ、もう少し早くついていれば。伝令、ワノ国に黒ひげが上陸した模様です。黒ひげ、やはりこの木は逃さねえよな。俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。お前たちはあれだ、ビッグマムを何とかしてくれ。雑かよ、食えない野郎だ。あれは麦わらの一味、麦わらを引き渡せ。ママの命令だ。逆らったらどうなるかわかるよね。くっくっくっく。来たか、ビッグマム海賊団。戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ。うん、ルフィ。心配ご無用。ルフィ殿は必ず立ち上がる男でござる。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。
悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。俺は死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。行くぞ、やろうぞ。ルフィ、もう戦えるか？カモ、もう大丈夫だ。ありがとな。よし、離れるぞ。やっと出てきたね、麦わら。まだママが見つからないか。ひとまず麦わらを捕らえるぞ。さすがに懸賞金10億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、賞金が何億だろうがかけねえ。麦さんのため命をかけて戦うべ。麦わら傘下の海賊だ。俺の目的は麦わら一人、殺せろ。俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。偽物が鬱陶しいんだよ。さっさと倒して先に進むぜ。それじゃ俺は奴を仕留めてくるぜ。頼んだぜ、バージェス。スネークマン、ではしばらく高みの見物といくか。さあ、どんどん潰し合え。ぜはははは。よくもやってくれたね。気は済んだ。理想を持つ。お前を倒す。お前には恩があるけど、仲間のためだ。何度だってぶっ飛ばしてやる。あの時さらに強くなっただと。麦わら、計り知れないやつだ。君に人気を譲ってやったんだ、感謝しろよ。だが助かったよ。ありがとう。
先輩のお手を煩わせて申し訳ねえべ。ねえ、もっともっと精進するべよ。許さねえ。だがまずはてめえだ、麦わら。ビッグマム、どけよ。今お前に用はねえ。ママ、うちで何よりだ。それじゃ目の前の敵を蹴るとするか。ユースタスよ、なぜお前がワノ国にいるんだ。お前に話す筋合いはねえ。先に進むぞ。
尽くしてやるな。あれだな、お前たち覚悟しろ。てめえら絶対に許さねえぞ。おい、お前たちもこっちに来な。引くとするか。うんざん俺をここにしやがって。許さねえぞ麦わら。お前がどれだけ怒ってようと俺の邪魔は。うわあ、俺を、俺の仲間をなめんなよ、エグマム。その程度で俺に勝てると思うな。こんにゃく、ハーハーだ。バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ一斉に仕掛けるぞ。うん、どこへ行きやがった。ああ、お手余りさ。やはずけろ、いでるでてて。我らの狙いはお前だって。さあ、ご飯の時間よ。くらえ。あん、やったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった麦わら。ズハハハハ、邪魔ねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったか。あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる二人をだ。あんたもカイドウもここで消えてもらう。老いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。カイドウ、
手を使いやがって。どいつもこいつも骨がねえ。ティーチ船長、すまねえ、闇討ちは失敗だ。そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃねえ。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。二人揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。死に損なったな、リンリン。まあいい、これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ、待っている？麦わらの小僧、この俺を怒らせたことを後悔させてやる。共に去ったな。残るはカイドウだが、海兵が麦わらに加担しているとは、黙って返すわけにはいかない。バカ、大きな人間。
油断したか。ロケット、ロケット、ロケット。ケムリンたち、久しぶりだな。なんでワノ国にいるんだ。お前に言う義理はねえ。こっちにはこっちの事情があるんだよ。お前たちの邪魔はしねえさ。ま、頑張ることな。ロケット。青木人、海軍を辞めて麦わらたちに手を貸す。何を企んでいる。まあ、あれだ、いろいろあんだよ、こっちにも。悪いが、お前はここまでだ、ドロエク元少将。てめえら邪魔だ、どけ。くそ、切っても切っても敵が湧いてきやがる。元少将のお前じゃ格が違うんじゃねえの。油断したか。たて、何やってんだ。気合を入れ直せ。面目ないです。ありがとうございました。俺はもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかな。おい、何してやる。すげえやつらだ。俺が終わらせてやる。飛ばすか。ちゃんとできてんだろうな。無駄いねえとこ見せやがったら、そん時は俺がてめえごとカイドウをぶっ飛ばす。お前を一人で戦わせるものか。俺も行くぞ、ルフィ。いよいよ奴との決戦の時だ。やるぞ、麦わらが。俺たちはルフィの退路を確保するぞ。あいつは必ず勝って帰ってくる。
来た。いいだろう、叩きのめしてやる。和の国は俺が支配する。どうしようが俺の勝手だろうが。あれ、お前の手から和の国を取り戻すために我らがここにいるのだ。うわらら、なんだこの程度だ。全然大したことねえな。よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧。あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。立てついたことを地獄で後悔しやがれ。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。するだけだろうな。俺たちはルフィ先輩を信じてできる限り支援すんべ。ヤツの気をそらして麦わら屋が戦いやすいように。太陽さんの攻撃に巻き込まれるぞ。撤退しろ。その程度の力では仲間一人も守れねえだろ。自らの無力さを思い知れ。あいつ、よその奴らに攻撃を。まずい、早く止めねえと。なんだあの攻撃は。あれを食らったらまずいな。キングコングか。イノシシライダー。
上がれ。お前のやってることは所詮海賊ごっこ、何一つ守りはしねえ。舐めすぎなんじゃねえのか。やつの隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。
ょっとおとなしくしときなさいよ。沈みにしてやる。ボラボレース。ザモ、シャンブルス。どこ行った、麦わら。死ねねえもんだな、つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。でした、スモーカー中将。皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロー、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増しやがった。絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは、力添え誠に。よい、金右衛門。ルフィには拙者がお礼を申す。ルフィ、拙者たちと一緒に戦ってくれてかたじけのうござった。和の国も救われ、父上の志を継ぐことができ、本当に感謝の言葉もないでござる。桃之助様、ご立派になられて。お、頑張ったな桃。
を狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああいいじゃねえか、俺たちはもう仲間なんだからよ。ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。分かったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて海賊王に俺はなる。